鉄血所属、ピラウ級巡洋艦のエルヴィング。小型巡洋艦に分類された巡洋艦で、本当は艦暦では全然活躍してなかった。ほら、装甲も薄いし火力も弱いし、とりあえず足の速さと航海時間しか。鉄血所属の巡洋艦、エルヴィング。どうせ私は戦力にならないから、 きっと無視されるのよね。そんなことはないって。そうね。私、使い潰されるぐらいしか価値がないものね。今日は雨は降っていないの、はあ、私が雨に備えようと、傘を持ってきたばかりに。指揮官、大丈夫怪我してない 私、指揮官が来る途中大丈夫かなって、さっき思わず心配しちゃって。今日は雨かもしれないのね。エルヴィングが雨だって言えば、きっと晴れるから。あ、はあ、偽装が怖い。私こんなに弱いのに、強そうな偽装を持たされても。 エルヴィングが頑張っても仕事が減らないね。でもエルヴィングが頑張らなきゃ、指揮官の仕事がもっと増える。私にできることは、な、何もないよね、きっと。あ、私なんて。指揮官、任務の一覧はここよ。ふ 任務報酬が送られてきたよ。私なんかより、やっぱり指揮官が先に確認した方が。エルヴィングにとっては悪いニュース。指揮官にとっては、いいニュースになるように。おかえり。私が指揮官にボロボロになるよう念じたから、指揮官は無事戻ってこられたね。そう。私の願いなんて、 絶対に叶わないんだから。委託組が戻ってきたよ。報酬は、私が取りに行ったらきっと少なくなるよね。強化したところで。男性にならないよ気をつけなきゃ。わ、私が一番こんなのみんなに遠慮されても。私なんて本当は。 一番になるような実力がないのに。そうよね。私が戦うぐらいなんだから、負け戦に決まっているよね。当たらなくたって。ぶ、ぶつかっちゃう。きっといい指揮官だと期待しちゃった、私のせいだよね。私、弱いしドジだし、運も最悪だし。 指揮官のために役に立てることなんて、ほとんどないと思うけど。どうせ私の攻撃は当たらないし、2倍、3倍撃っても、きっと当たらないし、大役の無駄だよね。はぁ、あ。指揮官がよくしてくれるのは、私がよくやってるからではなく、きっと私のことをかわいそうに思ってるからだよね。 私なんて、指揮官に何もしてあげられないのに。私が願ったことはきっと叶わない。だからよくしてくれる指揮官には、私、不幸になるように願うよ。指揮官とエルヴィング、一緒に不幸になるようにって。そしたら指揮官は、きっと幸せになれるから。誓いの指輪。 そんな、私指揮官と幸せになるようなことをああ。きっとこれはエルヴィングの幸せじゃなくて、指揮官の幸せだから叶ったんだね。よかった。<laughs> 本当によかった。